こっちで合ってんのかな。給湯太みたいなのがいますね、やっぱり。あ、俺もだ。これ山田さん探すの不可能じゃないかな。あ、給湯太の方、外人の方が。今思ったんですけど、ここにいる人たちこれ全部キュートファンなんじゃないですかね。超熱、峰明さんくそ笑ってた。多分ここの駅って普段あの人が5人ぐらいしかいないはずなんで、これは全部キュートータってことなのかな。あー、これ探すの大変だわ。キュートータの女の子は、可愛い子は多いですね。埼玉スーパーアリーナでかい。はい、というわけでございまして、まあなんだかんだで止められたり、まあいろいろございますので、ここでやったらいいんじゃないかなということでございます。はい、世界はハロプロとそれ以外でメグです。世界はハロプロとそれ以外でできている、間違いない、絶対的真です。ハロプロと電車、ハロプロとファミレス、ハロプロとオリンピックワールドカップ。世の中のあらゆるものの真ん中にハロープロジェクトがある。その周りを他のものが回っている。ハロープロは華やか、ハリウッドより華やか。ジョニー・デップ、レディー・ガガ、よく知らない、むしろどうでもいい。ミカやスンジュン、リンリンはわかる、めっちゃわかる。まあ比較的どうでもいい部類だけど、めっちゃわかる。オスカー、グラビーに価値なんてない。お餅やさゆみにこそ価値を感じる。歌、ダンス、泣き、笑い、すべてのエンターテイメントがハロープロジェクトに詰まっている。底抜けに明るい、底抜けに楽しい、何より。何より誠がいる。誠がいる。サンキュードラムス、誠がずっといる。それはともかく、世界はハロープロとそれ以外、美食獣、そしてハロープロジェクト。しかしここで強敵が現れた。ユキチがいっぱい、これは強敵。お金がないと難しい。ありがとうございます。お金は大切。お金が全て。ならば世界はお金とそれ以外でできて、お金とそれ以外でできているのか。そんなことはない。心から受け取ったさまざまな思い出に心を満たすと、お金以上の何かを感じる。確実に心が震えて、これはきっとあれだ。少し恥ずかしくて躊躇するけど、あれだ。どれだ。愛に溢れてる、愛を振りまいている、それがハロープロだ。何、世界はそれ以外でできている。僕はその愛を浴びたくて、今日もまたチケットをお金で買う。お金はやっぱり大切。しかし僕は言い続ける、きっと世界はハロープロとそれ以外でできている、間違いない、絶対的真実。おしまい。ありがとう。はい、行きますよ。はい。
巻きで最初派だ、最初派だ。結構巻きで、サバイ早いよ、キュートの思い出、僕のキュートの思い出は昔で止まってるインディーズの頃、マッサラブルージーンズ、わっきゃないセット、ベーグルが好きだった。痛すぎた。なんで男を作っちゃうんだよ。それに一番ちょっとキュートから離れちゃったのはこれ、江戸の手まり。泣いた、めっちゃ泣いた。ワンも知らんのにツーってなんやねん。なんてことしてくれたんだ、なんてことをしてくれたんだ、五木ひろし。初めて見ましたよ。ただバカにされてるだけみたいな。人気ありましたね。いやなんか分からん、よく分かんないのがロマモンは OK で紙芝居はダメっていう。それがちょっと名言ロマモンは OK で紙芝居ダメ。まあ仕方ないです、こればっかり。でもそう言われちゃったら、もう給湯タワーあったかかったね。あったかかった、給湯タワーあったかかった。いや、山田さん、何ですか。なぜ人は争うんでしょうね。かつの名曲を、ね、名曲や、かつの名曲、後期のこの我々のさ、うん、このコメント欄にさ、うん、いろいろこうね、右とか左の人がこう来るじゃないですか。はいはいはい、はい、でもなんか右に行き過ぎてる人と左に行き過ぎてる人は、うん、この間ね、安倍さんの話もありましたけど、うん、はい、絶対分かり合えないね。そうね、でも気がないもんね。対局ですからね、発想が、うん、じゃ最終的におっさんやからお前ら分からへんねんとか、うん、その世代はとかって世代論になってくると、うん、はい、もう論破みたいな感じじゃないですか、うん、話にならないから、うん、だってそんなの世代がとか言ったら、だって演者が10代20代なんやから、うん、お前らもちゃうやんけっていう。そうファンもその、ま、擁護派のお前らも良さを分かってないってことやないかっていう話になってきますからね。そこは別にもう関係ないんじゃないか、世代がどうとか、その辺はとは思いますけどね。なんですよね。それでまあやっぱりモーニングの、はい、件であれだけ揉めるっていうか、モーニングの話すると揉めるんで、はい、その僕らはその分かりやすい事例をさ、うん、出してさ、うん、こういう風に売れたいっていう、うん、言ってるわけじゃないですか、うん、昔こうであったように、うん、でっかいとこでやって、うん、知らない人に知ってもらって、うん、売れてほしいという、うん、具体的なことを結構言ってるんですけど、はい、確かに、それでも理解してもらえないんで、うん、じゃあキンキンのハロプロで、うん、こういう事例があったじゃないっていう話をしたいんですけど、はいはい、だからそれ今回はね、うん、この2010年代に入ってくるとすごく良かった、でっかい催し物って、うん、あの道重がいた頃のワンフォーの
ラストですね。ああ、横浜アリーナね。はいはいはい。と、はい、やっぱキュートの、うん、埼玉スーパーアリーナの、うん、ラストじゃないですか。うん、あれ、まあね、すごいお祭りだったし、うん、あそこまでキュートがガーッと出てくれたおかげもあって、うん、あんな祭りができたわけです。うん、その話をね、今回はしていきたい。キュートすごかったやん、お話。ですなるほど あの時の映像いっぱいあるし、うん、それもちょっと挟みつつ、はい、ライト回してますね。山田さんの名言が出たじゃないですか、あの紙芝居してて警備員、サイアリの警備員止められて、はい、なんであそこでロマモンめっちゃみんなで踊ってるやんか、うん、ロマモンはいいけど紙芝居まあそうなんだまあね、そう言われたよね、一つのガイドラインが生まれた瞬間バシッと来たかな、ロマモンはいいけど紙芝居ダメなんだっていうっていうね話もありましたし、ありました。会場から帰る人の前で漫才やってた三木田さんも、はい、もうっきりもうやった瞬間に警察来たから外怒られましたねもう恥ずかしい思いだからもう忘れたいんですけど、ちょっと抵抗してんの、そう何が悪いんなんかしてみたいんかったんですけど、だってすごい勇気を振り絞ったのに止められたら勇気がすごく無駄になる気がして、行き場のない怒りが、でもちょっと恥ずかしいから絶対流さないでください、いや恥ずかしい、もう嫌や、俺人の恥ずかしい部分いじんのは好きやけど自分がいじられるのは嫌なんや、絶対嫌、いやダメよ、散々人のこといじってる、いやメンバーの悪口は言うけど自分は言われたくない、絶対嫌だ、この話をしながらバックにこの映像でやめてくれせめて音だけは切ってくれあれは笑った、いやもう勘弁しようだよ、瞬間来たから瞬間警察、あんなにいいとこない人おるっていうぐらいいいとこない人でしたけどねちゃんと見とっていいな、それやる前にさ、いるかどうかを、いや大体おらん、これはチャンスと思ってその信号渡るとき、赤信号渡るときみたいな感じでよしって言ったらいきなりバーンって引かれたからやっぱ人が集まるっていうのはやっぱいいことですよ、でもそうなの、うん、ねえ、やっぱ大会場でやるっていうのはすごくいいことです、うん、で店出したっていいぐらいでしょ、うん、あの空気感たるや、やっぱね、もうでもあれも何年前ですか、そのそもそも、まあだって道重さゆみ卒業のその横ありから考えてみたら、うん、あれも何年前ですか、2017かな、7、埼玉、埼玉スーパーアリーナが7、うん、道重のやつは14、2014ですよ、まあもうね、だいぶ8年前ですか8年前なのあれで、キュートは5年前か、でも結構だいぶ古くの話な気もしていたが、いやー8年前5年前はもう古いね、まあだからそのものにできなかったわけですよ、いやー2回乗れなかった、いやもうやばいよ、なるほどね、残念なのはあれがラストだったから、モーニングもキュートもラストだったから、うん、あれが毎年に、まあまあ、1年1回ああいうでっかいところでやってたら波もこうどんどんでかなってったやろうけど、いやそれがね、だからあのジュースがね、うん、代々木体育館でやったでしょ、あの、うん、コロナ本当に入るか入らんかぐらい、うん、多分11月か12月やったと思うけど、うん、やったのよ、うん、ジュースが、うん、で ここいやいいなってなってよ、ほんでコロナよもうついてねえな、ついてないのはついてないの、まあまあどのねグループやバンドはもうついてないんですけども、ジュースは基本ついてない気がするからな、いやそうそうそう、大会場もう夢のまた夢なのかね、うん、でもその道重の時はどうだったんですか、うん、僕たちそういえばまだ出会ってないよね、ああ2014年あかもしれませんね、俺まだ大阪行ったんで、だって行ってないですもんライブ、そうでしょ、そうですそうです、岡本ちゃんは会ってたけどそんなに頻繁に会ってなかったよね、会ったことはあるぐらいですかね、あなたは2014年のその道重さゆみ卒業の時はどこにいたんですか、多分大阪で何もしなかったんじゃないですか、おそらく、うん、見てもない、だからその時は見れなかった、後で DVD で見て、うん、あこりゃいいや、いい行きたかったなぁみたいなお金がないからなぁっていうそうですね、結構25、6とかでいい年やったんですけど、まだ学生気分やったからお金ないから行きたかったなぁっていう泣き泣きのお小遣いで寂しいなそうなんですよね、寂しすぎるかな確かそうやったんじゃないかな、あんまり記憶がないですけどね、
でもライブなんで行けへんかったんやろ。ちょこちょこ行っとったんですけどね。いやでもまあお金がないからそんなに頻繁には行けないわけでしょ。なんかできなかったんですよね。そうか。僕はね、はい、あの時はね忘れもしないけど、とにかくチケットが全然取れなかったのよ、はあ、でヤフオクでなんか高騰してませんでしたね。そうそうそう、ね、そうそうそう、あそれもあっていかれなかったんかな。でねギリギリまでずっとヤフオクで、うん、こうやってたわけ。おわあのバトルを、バトルを入札するバトルを思って、でちょうどねあれがね仕事辞めたすぐぐらいで時間だけはあったから、うん、なるほど、ガーってこう将来の不安と引き換えに入札してたわけですね。そうそうそう、まあめっちゃ入札して、とんでもない男だなこの人。あのね7万ぐらいまで確か7、7、8万ぐらいまで今日仕事辞めたタイミングで入れますね、やってたのよこの、うん、でもういける思って、とりあえずでももうまず取れてないけど、うん、会場には行こうと思って、なるほど、紙芝居捨てたろうってこう行ったわけよ、はい、会場に。で雨降ってたよねあの日、雨降ってて、うん、でガーって最後までやってんけど、本当に駅着いた時に見たらもう取られてたわけ、茶髪にふわーと思って、まあ今とりあえず紙芝居だけやって帰ろうどういう発想やねんでもうね、でも多分僕ね覚えてるけど、はい、あの時と、カントリーとかなんかあのやったイベントがあの渋谷公会堂で CC レモンホールか、うん、あの時とキュートのスーパーアリーナの時か、この 3つが一番人が集まったと思う紙芝居で。だから道重さゆみの時もすっごい集まったの、あの雨の中やってるんだよね。例によって勝手にゲリラ的にやってるだけやのに、そうそうそう、すっごい集まって、ちょっと人だかりみたいになって、めちゃめちゃ集まって、ほんでバッてやってね、やりきってみんなもう拍手してくれて、これはよかった、じゃあ皆さん聞いてくださいと、僕ここまで来たけどチケットがないんですって、うん、誰かもしよかったらお得意の道場引く作戦でお願いします譲ってください言ったら、小関根性で行ったんや。だから一番前にで見てた兄ちゃんが、うん、当日券あるよって言って、あらってなって、あったんやあるのってなってよかったですよ、7万で落とさんでまあちょっと遺跡やったんかもしれんけどね。で当日券を買って入った。ああ、じゃあ普通に見たんですね。見た、すごい、あの立ち見やったけど、うん、うん、でも立ち見席まで出てたんですね。そうだから当日券が結構だからその開放したんじゃない、あれ。なるほどね、うん、すごい良かったよね、やっぱりもう楽しいなぁ思って。うん、やっぱそういう大会場の醍醐味、そういうのがやっぱありますからね。あの時言ったじゃない、道重さゆみもあの、うん、この景色をねみんなメンバーに見せたかったやと。英語と言ってたね、ほんまにそうじゃない。あの時にやっぱりさ、特にやっぱモーニング娘。っていうのはこう下火になってきてたから、うん、やっぱああそうよねって、昔はもうこんな横ありなんか俺しょっちゅう来たわ思って。確かに、いつの間にこう、そう言ったらこれがなくなって、あの時思ってたのよあの時。なるほどね。それが今はもう全然もうむしろもう遠のいてしまってます。確かに、中野潰したからどうしようとか言ってる始末ですからね本来もあんなとこ潰してええねんええねん、かまへんかまへんって言ってもよかった、いいんですけどね。あそこなくなったらもう行くとこないやん言ってみんな怯えてるぐらいですからね。そう、いやほんと悲しいよ。で何でしたっけ。いやいや、それ岡本ちゃんはどうしてたんですかあの時。ワンフォー、ワンフォー道重の時ですか。行けなくて仕事で、うん、行けなかったんだけど、鶴井さん2人が、うん、あら、1枚余ったっていう、あら、当日言ってきてくれて、うん、なんかメッセージくれたんかな。でも、うん、行けなくてさ、うわめっちゃ行きたいけど行けないっすわーってなって、で始まる時間には仕事終わってたんだけど、あの当時あのツイキャスで、あ、不正に見るやつだ。そう、流してる人いたじゃん。ありました。テレビ画面をスマホでそのまんま撮るっていう、それをキャスで生放送してる人がいっぱい、ありました、ありました、うんうん、それを俺もう会社の前に車を止めて、車の中でこう、うさゆーって見てた
三者三様の悲しい思い出があるんだな。ちょっと待ってくれ。じゃあ中一旦僕だけかいな。すいません。すいません。本当にすいません。それでよう語ろう言うたな。すいません。記憶は結構曖昧やんすよ。僕も絶賛ニート中やったから。ちょっと家庭内のすごい肩身も狭くてあんま記憶はないんですけど、あの辺の忘れたい過去。でもしっかり見ましたよ。いろんなコメントもほらバーって出るじゃん。だからあれ左右足おかしいぞなんか。ああドヨドヨドヨって。ああどうなってるの。あったあった。ほんまね。まあまあまあよかったよね、うん、そうやって。まあそれはだからそれぐらい話題やから、いろんな形でみんな見て楽しく良かったって言えるっていうこと、ね、うん、言ったらね。いや、やっぱいい景色。キュートの時はこれ。俺キュートも入ってないですからね。あれ何やったかな。仕事だ、それ仕事や。仕事よかったら遅れてきたんやな。そうです。だ仕事があったから行けなかったんですよ確か。なんでなんでやろうよかったら。だから終演後だけ来たんですよね。うん、その空気感をちょっとでも味わいたくて。だから山田さんがそのロマモはええけどみたいなのも、うん、あれよかったら俺見てないですよ。ああ現場で開演前の話やから。ああそうか。俺全然見てへんやん大事じゃない。もうやめましょうこの話。バカらしくなってきたわ。いやでもどうなるそのまあ。終演後とはいえ埼玉スーパーアリーナ、はい、結構その前は会場周りとか行ったでしょうよ、うん、で出てくる人並みも見たでしょう。もう全然違うやっぱり。もう迫力が違うよ、ね、でかさといい、ね、人の数といい、うん、でやっぱまあまあラスコンで終わった後っていうのもあるんですけど、うん、もうみんなやっぱええ顔やし泣いてるし、うん、汗かいてるし、うん、もうでももうなんかこうすごい感慨深い顔してたから、うん、みんなやったみたいな、うん、やっぱあれをしなきゃいけないなとは思いましたよ。その当時も思いました。やっぱりそうでしょう、うん、僕もねあの入る時にねすっごいわら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 こう人がさどん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 こう吸い込まれていくわけやんか、あの入り口にね、うん、あこれこの埼玉スーパーアリーナのこれあの安田圭の時と一緒やってなったわけよ。安田圭卒業の時とそれも言ってたんですね。一緒や。そうだからすっごいこだから埼玉スーパーアリーナのあの周りの感じとかも、うん、そのモーニング娘。がもうガンガン行ってた時に、うん、やっぱ見てるから、あ懐かしいわーって、ここどんだけぶりに来れたんやここにと思って、ね、当たり前だもんね、あそこやるのが。そう、うん、確かにね。めっちゃ昔の DVD とか見たらほんま当たり前のようにやってますよね、うん、2002年とか、うん、全然それこそライブのなんやクオリティとか言うてじゃないですか、うん、ダンスめっちゃ踊ってるわけでもなければ歌えてるわけじゃないけど、とにかく楽しそうな空気感と、うん、その当たり前のようにでかいところにおるっていう、うん、でやっぱステージもなんかやっぱり広いじゃないですか。広いでかい、やっぱでかいもんはええ、うん、そう豪華なもんはええですよ。そういうこと。本当にあの安田圭が福田明日香と同じ曲歌ってやめた時ですよね。そう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 、だからあれぐらいの規模でやっぱやったキュート、まあ最後とはいえね、うん、本当に豪華な感じがしたのよ。なるほどね。ようやってくれたよ。いやーね、ちょっと入るかどうかちょっと怪しかったとこあるやん。うん、まあ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 ね、正直ラストブーストかけたとはいえ、うん、届くのかっていう空気感はちょっとありましたからね、うん、でもやっぱキュートにとっても悲願ではあった、うん、ベリーは一回やっとるから遠い昔に。あ、そうなの。うちガキの頃にで、キュートはやったことなかったから、だからキュートオタも悲願なんですよ、再やりは。あのなんかハロプロ、それこそあのハロコンとかでベリーズとかもね、うん、なんかこう出て紹介の時に結構でかい会場でちょこちょこその残光というか、うん、黄金期の遺産みたいなところでベリーはちょっと早かったからデビューが、うん、ちょっと A 面にも合っとるし、でもキュートはあれないんですよね確かね、うん、だからキュートのメンバーとかファンも思い入れたっぷりやったから、まあ、だからあの熱量があったんだと思いますけどね。うん、いやよかったよね本当に。あれはライブも実はだって俺今日ちょっと持ってくるの忘れたけど、うん、あの最後の埼玉スーパーアリーナで俺鈴木愛理が投げた。そうや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 言ってた言ってた。そうやちょっとこれ
ワイプで挟むけど。キャッチした。ずっと自慢してたもん。あのキャッチの仕方見てたけど、はい、結構ひどいよ。え、あのだって明らかにボールの軌道はね、僕らの前の席の人っぽかってんけど、もう岡本ちゃん、あ、奪い取ってる。そう、すごい、まあ、奪い取ってるって言うとちょっとあれ、そこまでじゃないけ ど、 なるほど、もう先にそのまあ落ちるの、なるほど、もう先にこうピッと手が落ちたら行かれるから、そうそうそう、もう空中で取らんと、ま、前の女がうわーって、そうそうそう、なるほど、気持ち悪い女が気持ち悪いかどうか知らない、それいいじゃない、そういうの見た落ちる時にそう待ってひどいまあしょうがないですからね、それはね、アメリカのベースボールとかやったらね、いやもうあのちびっこに、ね、子供にこうやってあげたりするんですけど、はいはい、絶対やらへんちびっこにあげて頭撫でてわーいみたいなよく見ますけど、バッて取ってそう、まあまあね、相手の手に入ったやつを取ったらあれやけど、空中やからずっと自慢してましたもんね俺取ったんや俺取ったんやってでもあれさ、本当にあの普通のボールやからだんだんベタベタ加水分解して、ベタベタ、今も保管してあるけど、やっぱアイリーが書いたサインがちょっとうっすらとこう消えかけてる、えらいこっちゃ、それはちょっと修復に出した方がいいんじゃないな、お前名のある機関になんかキュレーター的な、そうそうそう、人が書いちゃう価値なくなるやない確かにまあやん、うん、ねえ、よかったら、その時なんか緑かなんかね、タオルも持ってたような、持ってた、持ってた、緑振ってたくせに、いや、アイリーが、アイリーが、アイリーは俺のこと好きやとか、わけのわからないって、大はしゃぎして帰ってきましたからね。お疲れ様、今日も一日、よく頑張ったね。いやー、ほんとよかったよね、だからああいうのもやってほしいね。いや、やんなきゃいけないですよ、本当に。あくまでやっぱそこが目標やってならないと、メンバーもやりがいがやっぱないんじゃないですかね。そうね。でもさ、当時のさ、ハローにおけるキュートの立ち位置ってさ、うん、ちょっとおばさん扱いされてなかった。なんかキュートが出てきて、例えばひなフェスでキュートの日とかあっても、その日だけ一番最後まで余ってたとかあったじゃん。うん、ちょっと不人気でしたよ、やっぱ。いや、ね、終わる前は。扱いがすごい悪くて、まゆみちゃん出てきたらクスクス笑う、まあ、それはまあね、まああのベテラン感がね、演出が悪いですけど、そのちょっと出てたから、た当時あの空気あったやん、あった、最後の方、俺本当あれがムカついてて、あ、そう、そうなの、チームキュートやから、あ、そうだったの僕は絶賛ベリオタをしてたのでちょっとわからないですけど、そうでしょ、真逆なんですよ、お恥ずかしい、ほとんどのもうあのアルバム曲全部聴いてるから、結構ヤジ飛ばしてたのに俺なんかキュートの時はうん、まあでもそんな空気感確かにありましたよ。だけど今考えるとよ、うん、いや俺らすごいもん見たんじゃないのかな、いやまあそう、今なったらね、それは ね、 そうね、うん、キュートだけじゃない、いろんなもんにやっぱちょっと対抗できそうやったのとかさ、うん、まあなんか外の仕事はもうキュートが行きゃなんとかなるぐらいの感じはありました。なんかやってませんでしたっけね、対バンとかもちょっと話題になったりもしたしね。やってたよ、おかえちゃんが踊ってみたとかしたしても、もうやっぱ格の違いを見せつけたじゃないですか、うん、もうやっぱハローダなんかみんなどうしようもないから、いやおかえですらうちもこれぐらいのクオリティありますよとか言って、なぜかもうマウントに利用したぐらいなんですけどハロプロ村内の今考えばひどい話ですよね。あの恨みがちょっとねあってね、俺も、うん、ああ俺だってひなみさんあえてキュートの日を、キュートプレミアムに行ってたんですか。そう、行ってた、確かにあんまいなかったな、そんな人。そうね、うん、やっぱほら長くいるとどうしてもそうなるんじゃない、うん、特にハロータなんてのはキュート個人的にちょっと MC がしんどくてキュート、あのステージに座ってみんなにいや、そんなんもう、おい、もう全部キュートが喋ってるとこちょっと見てられへんか、おい、なんかまあハロプロのパペポ TV 言われてたんだ言われてるか何にも会見のこと言うてん誰か見送る鶴瓶はどれ誰が誰、おかえちゃんやなくてちょっとなんかね、ハロコンとかでもキュートが出てくるとちょっとなんか盛り下がる感じが、そうなのよ、やっぱりあったのよ当時、はい、あれ何やったマジで、ちょっとやっぱおもんないなと思ってた、
だからやっぱりもうフレッシュさがなくなって、うん、今はだからやっぱちょっとそういう意味では時代は変わりましたよね。あの時はまだもうなんかベテランさんでしょはいはいみたいなのがやっぱアイドル好きはフレッシュやないとみたいなのが、いやフレッシュ派閥じゃないんですけど、あのベテランさんやのに、うん、あの立ち位置がなんか最後まで定まらんかったようなイメージがあるんですよキュートって。あ誰がメインでみたいな、なんかアイリーは気使ってるし、うん、萩原妙なとこ出てくるし、うん、中島はなんかおるんかおらんかもうようわからんけど、うん、おるんちゃおるなみたいな、こうキャラがなんかあんまりこう見てて楽しくなくて、メリーは別にフレッシュさなんかかけらもなかったけど、うん、まあもう神経的な、はいこいつはこう、こいつはこう、こいつはこうで、はいいつものやってますがあったから分かりやすかったんですけど、キュートはちょっとあんまよく分からなかった。うん、でも今思えばやっぱり実力派ですよね。そうね、今見ても、うん、正直ベリーとかちょっとね見てられへん時ある全然揃ってないなっていう。本当だね。本当に揃える気がないんだなって。まあそこが好きやったんですけど、かつてはね。ほんまに見て、これは本当に揃ってないんだなっていう。本当にバラバラなんやなと思うけど、やっぱキュートは結構大会場映えする感じがあって。うん。なんかそういう意味で言うと、なんかベリーズの魂は、うん、拳や前椿やらって言ってたけど、うん、俺最近思うのはね、うん、なんかベニーズがビヨンズで、うん、お茶の間がキュートっぽくない？なんか立ち位置的に。ああ、ではベニーズに分からんでもないですけど、ビヨンズに選ばれなかった人たちの、うん、残った方で、うん、正統派のアイドルやってるじゃないですか、うん、確かに、うん、今こそベリーズとキュートが新しく出てきてんじゃないのかなって。なるほど。あ、その拳や椿や関係ないと。全然拳違うやん、うん、拳がベリー椿がキュートみたいな、うん、まあ、扱いにはなってましたけど、うん、全然違うしな、うん、今思えばやっぱりなんならキュートのスピリットの方が残した方が良かったんじゃねえかっていう説もある。いやほんまそう。なんであのみんなスピリットあんま残してくれへんねやろ。そうね、うん、答えがなさすぎてちょっと黙り込んでしまいましたけど ね、 そうね。じゃあさ、ちょっとさ、はい、君らが本当にそんなねキュートのことを大事に思ってるのかどうかを知るためにさ、うん、あんま思ってなかった気もするがちょっとキュートの好きな曲ランキングやろうまだランキングか次の動画でやろう出た、お得意の引きまで夏わかめが、ここで漫才をやるそうなんですけども、ちょっとあの風がめっちゃきついんで、あの音声は入らないかもしれないです。はいどうも、夏わかめです、よろしくお願いします。はい、私たちハロプロの漫才をしています夏わかめというものです。皆さん、キュートのラストコンサートお疲れ様でした。やってると通報入るんで、今すぐ退去してください。